心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き、山宮ひろこです。こんにちは。成人式が終わって最初です。ちょっとしばらく間空いちゃったけど、今日はひろこの部屋85番です。帯を結ぶと結び目がゴロゴロしちゃいますというご質問に答えて、ゴロゴロねって思って、ちょっとそのことについて今日は追求します。みんなのんびり過ごしてる？でもまだこれから延期になっちゃったところもあるし、まだトレーニングしなくちゃいけないところもあるんだよね。私はそろそろ来年のお嬢さんに向けて、今日はこれちょっと今日ね、来年のお嬢さんに向けての相談会の会場なんです。その合間のちょびっとを塗って収録してます。それでは行っちゃうよ。まず普通に帯回してみます。この帯ね、ちょっと長めで薄い帯ではないんですが、厚くてゴワゴワしているタイプの帯です。柄止まりを脇に置きますよね。そして前も帯の高さ脇いっぱいにして、で巻いていきます。私は1枚目に帯板を入れることが多いんですけど、2枚目でももちろん OK ですよ。そしてここで2枚一緒に入れたら、大きい方の前板を送って、小さい方は後ろに残しておきます。この中側の角しっかり締めますよ。そしてもう一回高さも確認します。背縫いの真ん中、背中心から帯幅広げて、お背が高い方だったら19センチ、20センチ近くあってもいいですし、普通は18センチは確実に必要です。それで回していきます。できれば帯を下に置くことなく回せると、実に綺麗な仕事ができますが、もう成人式の忙しい時、次から次って来てる時、なかなかそれはできない。私もできなかったですよ。パパッと持ち上げてやっちゃうなんていうことはたくさんありました。で、ここでもこの下の輪の角に親指入れて引いてしっかり締めるって、これが忙しい時ってなんか手抜きになっちゃうんですよ。私成人式の仕事しててそう思ったんです。これをやらないがために下の締まり悪いなって思ったことはありました。だからきっとこれはちゃんとやった方がいいですね。私はほとんどみんな帯結び解説見てるとわかると思うんだけど、タレが上、お太鼓と同じように結ぶことが多いんです。だからまず最初にそれやりますね。で、ここでもしっかり締めました。そうしたら手の方を背縫いから5センチ剥がします。剥がしましたよ。剥がしましたら手を下にして、輪は右側に置きます。輪と輪、垂れの輪と手の輪と合わせて親指と四指で持ちます。ここそのままシュッて入れるんですね。これ二重太鼓と同じなので皆さんもこうしていると思うんですが、そして抜き切ってしまって、この状態の時輪と輪を持って締めています。ただ私は背が小さいので、どっちかっていうと上げといて、この時ね、背伸びしてんの私ね、背伸びして上げといて左手を下げる、こう引いて上に上げて下に下げています。上の手そのままにして下の手だけ真ん中に持ってきます。そうするとこんな感じになってますよね。で、これをこのままもちろん始めてもらっていいんですけど、問題なのはここが上がってきてしまうの問題じゃないですか。だからこの時ももちろん
気持ちここ下げてもらうんですが、このあとこれをこの帯の胴の中にいらないところを入れる処理をします。でも今この段階ですることもあるし、帯を結んでいてここだっていうところにやる場合もあります。でも今この段階でやってみますね。そうしたら手だけ真ん中に持ってきたら、ここで胴の中にいらないものをしまいたい。ここ広げますよね。広げたらここでいらないもの、例えばどう後で使うかによってなんですが、ここにじゃあちょっと柄のないところをしまいます。そうするとこのところこういう風になっちゃうのね。そこをもう一度折り直して、折り直してさらに締めています。でこの部分は脇から見ると下が下から斜めになってるんです。胴の中にいらないものを入れたことによって、こうするとこの結び目ゴロゴロっていうのは解決するんじゃないかなって思いますが、どうですか。ここで帯結んでいってみましょうか。簡単に事前仕込みなしで締めていけるルー、ちょっとささっとやってみます。こうなったら結び目を緩まないようにしっかりと垂れ元を広げます。そしてここで羽を作っていきますね。手前の三重仮紐にかけていきますね。右と左にできました。じゃあまあささっと簡単にできるように、これで4枚羽を作りました。こうなったところ、ここをしっかり上げてあげたいから、ここのところ、こういうところももう一度きれいに整えて、ここに枕が欲しいんです。薄っぺちい枕でも、お太鼓のちょっと高さがある枕でも、結果は同じこと。これはこっちが高さがあって、こっちが高さがないので、高さが欲しい方に上に向けてやったり、あるいは逆でもいいやって思う、巾着型にするからっていう時は下にやってもいいと思います。この薄い枕の部分がこのところにはまり込む、帯の胴のところにはまり込みたいと思ったら、薄い方を下にした方がいいと思います。でここに両羽を持って、結び目はここなんだから、その上に枕を乗せるとすんなりといいと思います。でもこの部分に例えばお太鼓の枕で少し高さがあったとしても何ら問題はないと思います。薄っぺちい枕ってみんな持ってきてくれませんってみんな言うから、それをどうやって薄っぺちい枕にしていくかっていうのも今後の課題かな。こうして枕は床に水平に持っていきます。でこの部分もきれいに整えて、見えるところはきれいにしましょう。そして最後にお背中側にある三重仮紐を取って引っ掛けてください。でかけて、これは結構長い帯なんで、この部分を巾着状態にしてもいいし、すんごく長かったらお太鼓にこうやってするのも可愛いかもしれないね。でもまあこの辺を整えて、さらに柄のないいらない部分も中にしまってしまって帯座にしてしまう。巾着そこを丸く作るつもりでいるといいですよ。帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫。普通、通常の仕事の時って帯締めの方を先にして、帯揚げは預けといて、帯締めが終わった後に
することがほとんどなんですが、実際はコンクールとかだと帯締めをしたらもう帯締めを決めてしまって、それからあ帯締めじゃないや帯揚げをしたら帯揚げを先に決めてしまって最後に帯締めをしたりもしています。っていうのは一つ一つの仕事をより完成に近い状態に一手でしていくっていうのをしていたりとかもしています。帯の結び目がゴロゴロなるのは気にならないんですが、どうでしょうか。今日は帯の結び目がゴロゴロしちゃうんですけどということにお答えをしたタレが上のバージョンです。私はこれが圧倒的に多いですが、この次はそうじゃなくて手が上のバージョンも説明したいと思っています。どうでした？成人式終了後の第一発目、みんなもうしばらく着物見たくないとか思ってないですか？そんなこと言わずにやっていきましょう。続けていきましょう。袴もそろそろ必要になってきますよ。今日袴の予約も入りました。そうそう、チャンネル登録してる？グッドボタンもよろしくお願いします。ではまたお会いしますよ。みんな元気で頑張ってピンポンパンポーン。お知らせです、お知らせです。1月25日15時からお茶の時間ね、午後の3時、お茶飲みながらみんなで成人式大反省会をしたいと思っています。この際だからズームに参加したことないって思ってる人もぜひぜひ、いいチャンスなのでズームに参加してみんなでおしゃべりしましょう。技術の面だけでなく、こんな風にやったらよかったよ、こんな風にやったら喜んでもらえた、これちょっとダメだったかもしれない、お客様には聞いてもらうわけにはいかないけれどここだけは相談したいなんていうことあったら、よかったことも悪かったことも、それからこれから成人式をやる人のためにも参考になると思うんで、ぜひぜひみんなでお話ししちゃいましょう。大反省会です。ぜひご応募ください。もちろんもちろん無料ですからね、無料だからみんなで1時間お茶飲みながらおしゃべりです。おまんじゅうもありです。それではどうぞよろしく、待ってます。